And the manager, number 21, Masato Yoshi. 昨日、今日は両手のハイタッチで始まりました。で、まあ、2人監督同士同級生、同い年でもありますからね。はいはい、これもまた毎試合の前の楽しみでもありますけどもね。はい、これはファウルボールですか？いや、どうでしょうか。その後、甲斐が苦しんでいます。あ、結局デッド。まあ、山田コーチも使ってキャッチャーとしてね。はい。野村勇がここはキャッチボール要員として出てきましたが、ね、さあ、まあ、ここは解説三上に耐えてというね。ああ、危ない。しかしこれバントはしっかりと決まっています。顔の近くに来ましたが、しっかりと送りバントは決めています岡博美。吉井監督のこの表情、スクイズぐらいのバントでしたね。そうでしたね。ボードボール、インコース、もう岡の顔のところでしたが、しっかりと決めました。左足を出してやるバントの、はい、5球目。今のはえ、上川端は歩いていきますが、スリーツーですよね。ね、勘違いですね。そうですよね。アンパイアもすぐコールしませんでしたから。苦笑いは三塁側です。今ボードのあのカウント表示も間違ってませんでした。はい、やってましたけどね。完全にね、上川畑。これで3、2です。レイエス、バッターはレイエス、背番号99。